今回はこちらのクアトロガッティの、ベルトを紹介します。こちらですね、パイソンレザーを使用していて、バックルの部分がイタリア製で、帯の部分は、日本製となっております。で、色がですね、ナチュラルとなっていて、もう見てわかる通り、かなり、もうザ・パイソンの、ニシキヘビの柄の、ベルトとなっていますので、結構こういうエキゾチックレザーの、ベルトが好きな方には、おすすめの、一本となっております。僕今スーツのパンツに合わせていますが、普通にデニムの、ウォシュアウトしたデニムだったり、白いデニムだったり、そういったパンツにも、合わせられますので、ぜひよかったら一度こちら、使ってみてください。